よし、そこまでじゃ。お銀、お京、今は戦乱の世に逆戻りしようとしている。我が主君毛利公の旗頭のもと、我々風魔人軍の生き残りが新しい時代の先駆けとなり、風魔の再興を果たすのじゃ。はっ。近々倒幕の密勅が天一様より下りる。それを各藩に密書を届け、挙兵を促す役目を桂様より承った。この役目はどんなことがあっても成し遂げなければならん。しかしその前に我々はやらなければならぬことがある。公儀鬼屋番藤林源流祭を務め、新しい時代の幕を開けるのじゃ。承知。召喚様、源流祭は使い手ですか？源流祭は伊賀者で鬼屋番頭を務める男じゃ。カミソリ雷蔵、稲妻小太郎という兄弟揃って残忍な中人を使う冷酷な恐ろしい男じゃ。源流祭を倒さずは倒幕の大業を成し遂げることはできない。心してかかれよ。すぐに京へ立て。はっ。あたいの母女はあの男に殺されたんだ。散々手ごめにし、もてあそばれたあげくに。あの男って？源流祭さん。そうなの。だから絶対にあの男は許せない。あたいにはご政道のことはよくわからない。でも母じゃのことだけは絶対に許せない。だから絶対に仇を取るんだ。どんな母上だった？まだ小さかったからよく覚えてないけれど、なんだかあったかくていい匂いがして、柔らかくって母じゃっていい匂いがするんだ。私は母上の顔も父上の顔も知らない。召喚様に拾われて育ってきたから。召喚様が母上でもあり父上でもあるの。お京もあたいと似たようなもんなんだ。あたいも召喚様のためなら何でもするよ。誰もいない。何があったんだろう。今日の都は賑やかなとこだと聞いているのに。おじさん。何や。何があったの？どうして誰もいないの？
あんたらもこんなとこいたら危ないで。戦が始まるっていう噂でみんな避難して、砂漠やら金のやら、ええ迷惑や。おい、レクチャレクチャ、ちょっと大変や。これじゃ忍び込めないね。早苗、